者ミル・マスカラスの味方ですということでね、お話しさせていただきます。発端はですね、山本さんが、昔馬場さんが、私はマスカラスが怖くないんだよとわざわざ発言して、実際の試合でマスカラスのフライングクロスアップを全く受けずに、なんと手で払いのけて普通にノーダメージで立っていたことがあります。超人気外人のマスカラスに馬場さんはなぜあんな扱いをしたのか未だに謎に感じています。で、私が答え、マスクとマハローじゃない人の方ですね、中身の人の方ですね中身のマハローさんがですね、私はマスクとマハローですからね、マスクとマハローでございまして、中身がいいや皆さんご存知でしょう。山本さんが疑問に思ってるのは、日プロ時代に猪木と組んでマスカラスとアリオンが戦った時の蔵前のタッグ、ジンタタッグ選手権ですよね。この時は馬場がエースとしてまだ顔じゃないと払いのけた。それに対してではなく、時系列を含まれないでマスカラスの批判は嫌な感じがしますねというコメントを残させていただきました。そこでですね、感じたことを、中身じゃなくてマスクかぶってる人が言ってますね。近年のマスクルディスリに平気平気する。光の左側で自分勝手な技を受けないとか、前世紀を知らない連中がムックボンのインタビューに感化されてるだけの、たわごとというふうに、発言させていただきました。週刊文春。週刊文春に、連載コラム書いてる小林信也さんのスポーツのね瞬間とかって、なかなか毎週ね、週刊文春じゃない、週刊新潮、週刊新潮ですね、週刊新潮の、小林、信也さんが毎週ですね、コラムで書いてますね、スポーツの話ですね。で、テリーファンクなんですよ、よかったんですけど、あとね、すべてスポーツ前半の話を書いてるんですけど、これは消せない。で、7月23日ですね、実は他のレスラーに嫌われていたミル・マスカラス、セメントマッチとなった伝説の一戦ということで、プロレスに熱中した小学生の頃、プロレス雑誌ゴングで見た、戦の顔重さはそこミル・マスカラスに強く惹かれた。メキシコの、覆面人気レスラー、記憶は曖昧だが、記憶が曖昧なんですよ。あの人、その人の記憶も曖昧なんですよ。マスカラスが空を飛んで相手に覆いかぶさる写真がページを飾っていたのだと思う。これを見た瞬間に衝撃を受けた。プロレスの概念を打ち破る立体的な動き、一発で心をつかまれた。マスクのデザインも斬新で、誰がも新しい世界を新しい世界への誘いだ。当時我が故郷新潟には民放テレビが TBS 一色で、国際プロレスが全てだった、ねにまね、あのこのライブ配信でも言ってますね、馬場さんが新潟なんだけど、テレビに映ってたのは国際プロレス、空中戦を呼べるのはグレートクサスのドロップキックとサンダー杉山のライデンドロップぐらいだった。マスカラスは全然違う、脳裏に、広がる異次元の空中殺法を、空想と憧れを含んだってことは、マスカラスの、日本プロレスの試合見てないというね。私は手書きのプロレス新聞を、同校のクラスメートに向けて発行した。マスカラスの、存在をユニに教えたかった。思えばゴング誌を見れば済んだ話だが、マスカラスのデザイン、マスクのデザインか、マスカラスはする何千種類のマスクを持っているなど、素朴な驚きと興奮を自分の言葉で書きたかったんだろう。これが私の書いた、最初の原稿だった。マスカラスのこと書いたんですね、この人ね。このマスカラスの来日の実現したのは中学生になってからだ。1971年2月、日本プロレスのダイナミックシリーズ。記録を見ると最初の相手は星野勘太郎だ。華やかなマスクデザイン、鍛え抜かれた上半身、登場しただけでそれを見た。どのレスラーでも違う雰囲気に溢れていた。試合が始まると予想以上に、華麗で魅了された。本当に空を飛ぶように見えた。マスクロープを飛んでのクライングクロスチョップはマスカラスの代名詞になった。日本初見団で星野の仕留めたなフライングボディアタック、目にも止まらず展開に日本のプロレスファンは圧倒された。おいおい待て待て、我が家では民放テレビの TBS 一局しかなく、国際プロレスが全てだったんでしょ。まあいいや、見てねえじゃん。マスカラスは42年7月、メキシコの、ルイス・ボセチに生まれた。
学生時代、大学時代にはボディービルトレスリングを打ち込んだ、1962年にボディービルでミスターメキシコに輝く62年の、東京五輪のレスリングの候補になったね。五輪を逃した後、メキシコの人気プロレス編集者から強い誘いを受けてレスラーに転向した。これは事実ですね。この編集者は雑誌でキャンペーンを展開するではなく、マスカラス主演の映画を制作し、次々とヒットさせた。マスカラスは本格的に、リングに登場する前からすでにメキシコのスターの、座を獲得していたのだ。まあ、一別ですね。日本で人気が沸騰した定番の背景にはイギリスのバンドジグソーの楽曲スタイハイとの相当共感があった。全日本プレス1977年1月の話ですね。最初はマスカラスが来日する、シリーズの予告映像に BGM を使った。これがマスカラスにぴったりだと確信した、日本テレビのプロデューサーが、入場曲を選んだというか、まあいいや、スカイハイがなりふり中、迷彩式のマントを、翻し、線の角剣を顔を持つ男が軽やかに入場する。スカイハイはオリコン洋楽チャートで11週1位、57万円のセールを記録した。そうですね、ポップスベストテンでも1位でしたからね。マンネリ化しつつあったマスカラスの人気もそれで復活したと言える。まあな、セメントマッチもマスカラスは悪役の定番の外国人レスラーにあって、稀有な善玉であった。普段は外国人と見ればやっつけろと叫んでいた日本のファンがマスカラスには心を寄せた。それほど魅力的でかっこよかったのかもしれない。だが大人になってからマスカラスは他のレスラーに嫌われたという別の顔を知られている。そうなの？そのため突然リングがセメントマッチの顔、真剣勝負、セメントマッチ真剣勝負の場を、貸し、3なんか試合を変わることもあった。自転のモスカラスと組んでスターハンセン・ブロディに戦った83年の世界最強タッグのリーグ戦もその代表例と語られている。そうなの？スター意識の強いマスカラスは自分の目立つことを徹していた。そのためプロレスでは暗黙に了解とされる技を受けることをしない。相手の良さを引き立てるファイトをせず、終始自分のイメージで試合を展開する方がファンが喜ぶと信じていた。それなマスカラスに対するストレスを溜めていたのが、その試合でハンセンとブロディはマスカラスの技を受けようとせず徹底して荒技を連発した。マスカラスの怒りを爆発した。リングはいつセメントマッチになるかわからない、その緊張感が重要なんだとマスカラスが語っている。どのインタビューからですね、初来日から50年以上経っている前説のミルマスカラス健在、正確に言えば引退はしていない。2019年日本のリングに上がっている。この時76歳。全日本プロレスのジャンドババボス 20周年、興行に来日し、両国がねドスカラとタッグを組んだ。相手は風林と野沢論外。全身ヒョウ柄のタイツに身をぶつかんだマスカラスは最後にロープの最上段から飛んだ大歓声の中フライングボディアタックを決め、2人でオジンホールした、ということでございますね。小林信也さんね、スポーツライター1956年、新潟県生まれということでございます。まあね、ブルーザーブロディ、スタンハンセン対、マスカラス、ドスカラスの試合で、スタイシと高いマスカラスが目指すことに徹していたから、ハンセンとブロディはマスカラスの技を受けようとせる、徹底的に荒技を連発した。マスカラスも怒りに爆発したということでね。まあいいや、最後にその見解言いますね。っていうか最初に言っちゃうね、ブロディがね、マスカラスの技を受けなかったんですよ、ドスカラスの技をね。っていうか長州力にしたことよりはマイルドでしたからね、そういうことをしたんですが、マスカラスはね、まあレスリングをしようとして、組み立てましたけどね、まあ、ブロディはそういうところありましたからね。で、ちょっとコメントを読みましょう。キセンチューブさん、ウマトラッケさん、こんばんは。深夜ではなくて、ノブヤ、あ、すいません。小林深夜さん。あ、小林ノブヤさん、ありがとうございます。用語発言少ない、星野放送祭、毒ぐらいが願られるの原因かもね。ジュンチャンネルさん、あ、この例のひどい、読んでましたか。
タマのライオンさん、マスカラスみたいにブライングボディアタックやったレスラーいませんでしたね。記憶の曖昧ならその意味で、ジョージ・タカノは、ジョージは抜かします。カーペンティアどうだって、カーペンティアも良かったですよ。サマーソルトドロップ、キックとサマーソルトドロップじゃないですか。見ていないと想像で書いて。もともとプロレスファンじゃない。何気に初来日やアウトミックドロップを結構フィニッシュアウト。ババにやったんだよ。マーカスさん、こんばんは、よろしくお願いします。まあ、清水さんが、ドクトル・ルチャーが話してくれたんですけど、元来マスカラスはパワーファイターだと。ババがアプノミックドロップやられてフォールを取られてるレスラー誰かなって言ったら、ジョナサンぐらいじゃないですかって話になって、そうなんだよねって、マスカラスはパワーファイターなんだ。レッツさん、こんばんは。自宅の Wi-Fi 遅れました。大丈夫ですか、ウマトラクタケさん、新潟ですが71年日本プロレス。あ、そうなんですね。じゃああれか、小林さんはどうなの、カーペンティア全盛期ですね。トースポの記事を未来に書いてる。こたつ記事。本当にこの記者はまあ20ドルで5ドルのリングサイドに入り、残りはコーラを、ね、ゼロゼロ皆さん、こんばんは、よろしくお願いします。ということで、技を受けないとかね、自分勝手だとかね、プライドが高いとかね、自分の技を伝授出さないと気が済まないとかね、ボックに腹が立たなかったとかね、レスラーのインタビューに語られてる さっきね、星野さんとキムドクさん以外は、何けなしてるとかね、ムックボに書かれてるとかね、これって、しつこ悪口じゃないかって私は思った。シムさんに言ったら、まあ嫉妬だよって一言でね、だと言ってましたね。で、マスカラス、批判をするのはマイティさんとか高千穂さん、歌舞伎さんとか、ヒロ斎藤とか、ニークラとか、あと誰、小林邦明とかじゃないですか。ね、マスカラスにしてはとってはね、チャンピオンクラスじゃないですからね、その相手がね。で、ジョバ扱いされたってことで怒ってるんじゃないかっていうふうなことだと思いますよね。あ、ロソンに腹を切られたのは、切られたんじゃないですよ、あれは。ダン・ウエストブルックさん、直接、イベントで聞きましたけど、椅子を振り上げたとき、金具が出てて、金具で、腹をやったんでね、切られたわけじゃない、アクシデントだってことをおっしゃってます。そうなんですよ、メキシコだとベアハックでフィニッシャー、そうなんですよね。まあ、ドロップキック10連発ぐらいやりますけどね。新日だと猪木、まあ、がいるからどうだったんですかね。ということでございまして、世界中のお客を呼んだスターはミルマスカルさん、間違いないです。世界中、メキシコ、アメリカ、日本、ドイツ、中米、南米、中南米ですね、アルゼンチンとか、あとアフリカ、ナイジェリアとか言ってますね。で、4段目スラーはミル・マスカラス、ミル・マスカラス、ダスティ・ローズ、アンドレ・ダ・ジャイアントね、この3人はアメリカでも特別なレスラーですね。で、アメリカマットに革命を起こした男として、ミル・マスカラス、今回ミルマスカラス味方ですというのはね、全くプロレス、アメリカのプロレスを革命を起こしましたね。そうですそうです、ミノベさん、そう、金具でアクシデント、だから、ゴールドマンが刺されたわけじゃないに刺されたわけじゃないんだけど、金具でアクシデントって言ったらかっこ悪いから、ゴールドマンが、ナイフでうんならかんだらって話をしたということでございますね。そうなんですよ、マーカスさんね。諸星さん、さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。初代タイガーの出現、そうだね。で、清水さんからその辺に、今の、いろいろ意見言われて、まして、その辺の話を、源田さん今話せますよ、それは。
サンデコさん、こんばんは。よろしくお願いします。マイティはマスカラスのことをわざわざ最後って言ってるけど、マスカラスの技は決まった時の頭の血管から爪先のものに移ってきた。そうなんですよ。ね。78人の方ご覧いただきます。この帰りへのライブ配信終わった後、皆さんマスカラスの虜になると思います。で、清水さんから、ババさんがなぜマスカラスを呼んだか。ね、ババさんがなぜマスカラスを呼んだかってことですね、人気があるからじゃない、人気のあるだけじゃないってことですね。人気だけじゃない、ストロンボ、とかね、マイク・ラーベルね、ポール・ボッシュね、フリス・ポン・エリック、ミンク・マクマホンに好かれていればどれだけ重要なスターなのか分かるというものなんです。ジャンとババもその一人に入ります。ババさんの方は、菊池さんがゴーストライターをやっていて、菊池さんマスカラスが嫌いだから悪く書いたんだよと。あと、レスラー仲間でデストロイヤー対、ザ・デストロイヤー、フレッド・ブラッシー、ジョニー・バレンタインに好かれれば、あとは嫌われても構わないっていう、ことがあるそうです。で、バレンタインも、フレッド・ブラッシーも、ザ・デストロイヤーも、ミシェル・マスカラスの方買ってますね。逆に誰が嫌いとはっきり言ったところを教えてほしいということで、先ほどの嫌いなレースだって話をしてましたね。で、引き抜きの話ですね。ゲナさんがした、引き抜きの話、竹内さんは事前にマスカラスに、シマさんに合わせることを馬場さんに伝えてました。内緒ではありません。それでも馬場さんはマスカラスが新日本に行かないと信じていたし、マスカラスは馬場さんを尊敬していた、信頼していた、そのぐらいの信頼関係があったってことですね。勝手な想像もほどほどのすると、裏はこういうことですよってことでね、40年前のことをね、教えていただきましたね。ドスカラスは、マスカラス UWF、UWA か、メキシコ UWA の、レスラーなので、UWA の方が斡旋すれば出て、参加するということで、でしたね。マスカラスブラザース笑いにしたのはマスカラスがブッキングしてドスカラスを持ってきて、カネックと組んで、なんだっけ、ジャパンカップ、走破戦に出たのは、UWA のブッキングでございましたね。そうだよね。そう、キセンチューブさんね、W ブルーさんね、そういうことでございますね。フライングクロスショップやってそうだね。マスカラスの新日ロビンソンのようにワンマークだけでは成功したもんね。キータカさん嫌いなの初めて言いましたかね。元ご婦人がマスカラスのもの、シンマさんも、大好き、マスカラスのこと大好きだったそうですよ。だから、竹内さんの家に、シンマさんとマスカラスが来て、シンマさんがマスカラスに、話したということで、その辺のことについては、後ほどお話しします。見るマスカラスは、世界のどのぐらいの都市で戦っていたかってことを掘り下げてみます。1968年ロサンゼルス、マット、サンフランシスコ、マット、メキシコ、69年ロサンゼルス、サンフランシスコ、メキシコ、70年、ロサンゼルス、AWA、アマリロ、テキサス、CMLL となってます。70年の夏か、ババがフリッツ・ウェニックとシーク、70年だからフリス・フォン・エリックか。70年にフリス・フォン・エリック と、ジャンとババがインターナショナル選手権を、ロサンゼルスオリンピックオーディトリウムにやった時に、ミル・マスカラスと、フリス・フォン・エリックは契約をしましたね。で、ブッキング海外、アメリカのブッキングについては、フリス・フォン・エリック経由で行うということですね。で、その前はマスカラスが個人で、マイク・ラーベルってやったんじゃないかと思いますよね。そうなんですよ。サインもらったんですよ、ジョーさんね。で、70年。で、フリース・フォン・エリックと契約しまして、AWA に行きまして、ミルウォーキーで、ビッグ K ですね。
スロン小林のマネージャーでスタン・コワラスキーかビッグ系でやってますね、ジョー・ブランチャードとデンバーでやってまして、シカゴで、ビッグ系でやってますね。で、フリッツの、フリッツ・バーンガーには仲良かったですからね、そのコネクションで初めて、シカゴに登場してたね。で、アマリロにも行ってますね、アマリロに行って誰とやってんだ、おいとは70年のアマリロ、70年のアマリロは、ザ・ビーストであったりね、リッキー・ロメロ、ジェイ・アノグラとのお父さんと組んで、ブルラモス、なんとかグリンゴとやってますね。で、テキサスでは、ジョニー・バレンタインと、フォートワースでやってます。ジョニー・バレンタインとやったり、グレート・マレンコとやったり、スポイラーとやったり、ジョニー・バレンタインとやって、名勝負の家族でやってるんですよね。キラ・ガルコックスとやったり、ボリス・マレンコね。デューク・ケオムカと組んで、マレンコ、キラ・ガルコックスとやったり、まあ、テキサスばっかりですね。マスカラスっていうとロサンゼルスのイメージがあるんですけど、ロサンゼルスは、ダン・ウィル・ウエストブルックさんとか、トースポの、カメラマンの方とかいらっしゃったので、ロスのマスカラスってイメージだってよかったんですけど、実はテキサスのマスカラスだったんですね。71年、デトロイトに登場しますね。71年はデトロイト、71年デトロイトはフレッド・ブラッシーとやってますね、ジャック・ドノバンとも。フレッド・ブラッシーでやってるってことは、今、考えてみるとロサンゼルスのカードを、ブラッシーと、マスカラスのカードをやってくれってシークから依頼が来て、フリッツ系で、出てきたんですね、で、フロリダにも行ってるんですよ。マスカラス知らなかったでしょ。ロサンゼルスしかないわけじゃないんですよ。フロリダでは、ジャック・ブリスコと組んで、ディック・マードック、レネ・グレー、デール・ルイスと戦ったり、マスカラス、ルイ・チレー、フランシス・リベラとかね、まあ、マレンコとやったりしてますね。で、71年だから、ハワイは、3月に、3月だから、あれか、ダイナミックミックスシリーズ、日本に来た帰りに寄ったんですね。ロニー・メインと、ハワイヘビー級をやったりしてますね。で、初来日の第一戦、1972年2月か。日本製じゃないですね。これはアメリカスヘビー級だから、インターナショナルタッグ選手権を持っていった時にそれを、真似で作ったベルトだそうです、ありがとうございます。アパッチグリンゴ、そうな、武さんありがとうございます。国際へのオファーもそうね、ガニアからそれもあったと思うんですね。そうなんですよ。ロスのマスカラスじゃないんですよ。世界のマスカラスなんです。本当に世界のマスカラス。で、第一戦ですね。星野勘太郎戦で、力比べです。片手でね、星野をね、力比べするって言ってね、パワーファイターっていうね、一面が見れますね。パワーファイターじゃなければこういうことしませんよね。マスカラスはパワーファイターだからこういう風に、力比べをやる、星野勘太郎と力比べをやるわけでございますね。で、リーフブロック綺麗ですね、で最後はフライングボディアタック、こっちで、フライングボディアタックで、マスカラスが星野勘太郎ゴール勝ちします。これですね、お客さんがみんな背広姿ですね。男の方、プロレスは、今みたいな、カラフルな洋服じゃなくて、まあ、スーツ着てる人が多かったでございますね。
で、小林さんもこの試合をご覧になったということでございます。私もこの試合で、マスカラスの虜になりましたね。ということは、タイガーマスクの話が出ますけど、タイガーマスク以前のタイガーマスクですね、劇画でタイガーマスクやってましたけど、実際にタイガーマスクはね、佐山聡さんのタイガーマスクが出るまでタイガーマスクじゃなかったわけですね。でタイガーマスクみたいな人は見るマスカラスだったから、プロレスファンはもう脇に湧いたわけでございますね。で今後も、マスカラス大食中ということで、開幕戦の星野選手がこれに乗ってるんですね。で、ゴングの素晴らしいところは開幕戦の、コスチュームをマスカラスに着せて写真を撮ってるところね。これはすごいですね。それでマスカラス初来日ということで、マスカラス決戦特大号かということで、初来日の試合の来日第1戦以外の試合は全部載ってますね。私が初めて買った、月刊ゴングベサーズゴングはこれです。で、しめさんにお聞きしたところ、ゴングで、日本で一番売れたゴングだと。この号が日本で一番売れたってことです。それだけ、マスカラスの、衝撃度があったということですね。日本中、本当にマスク、だって、ベビーフェイスの外国人で、昔エンリキ・トーレスとかさ、いたかもしれないですけど、こんなにね、整った試合が整ってる外国人でビル・ロビンソンぐらいしかなかったですからね。でもビル・ロビンソンもね、国際プロレスじゃないですか。グレート・クサスとかストロング・コバイとかサンタ・杉山で、ビル・ロビンソンだから日本プロレスに現れたってことはもう革命ですよね。で、革命という話をさっきね、アメリカバット界に革命を起こした男って書いてますけどね。それ以前に日本プロレスで革命を起こしているのが事実ですね。Lさんとかね、帽子 G さんとかご覧になってると思いますけどね。源田さん、今まで聞いてたマスカラスの話とは全然違うな。馬場さんはプロモーターとして使っていただけだと思っていた。現に対戦数も少ない。馬場とマスカラスの試合見たいと思いますね。え、サイズ合わないね。だから、ババは本当はマスカラスは日本側に入れるべきだったんだけど、ババがマスカラスやってマスカラス任すと思います？できないでしょ。ババが負けると思います？それもできないでしょ。そう考えると、タッグマッチで、年に1回ぐらいやるしかないでしょうね。ババ対マスカラスは、この時見たくなかったですね。猪木とマスカラスはね、実際、群馬店スポーツセンターでの試合良かったですよね。で、現存する日本プロレスのね、試合でね、マスカラスね、アリオンがね、ババ猪木に挑戦した試合はありますけどね。そうなんですよ。ジュンジャンネルさん、国際で東亜鎌田タッグ組んだデュークサブ、おお。アメリカン IWA ヘビー級と国際版 IWA ヘビー級のダブルタイトルも国際にマスカラス出たらどうしたんでしょうね。まあね、占いましたね。鶴見鶴見寺西鶴見ってね。で最終戦木村でやって両者リングアウトってね、やりましたね。上半身ものすごい。この頃の漫画のタイガーマスク、藤山タイガードロップ、そうね。メキシコだとマスカラス大型のブリ、そう、パワーファイターのフォーム美しい、そうですね。線がちびれるほどきつくパンフの、それは分かりません。絵になる。星の存在。マスカラスパン。ハトムネ。ショールームでコメントされ、あ、そうそうそう。あ、前振りですよ。ゴングベサスのマスカラスのその彼なら世界完売、そうなんですよ。プレミアも昔はそう思わなかったけど、アキラさんこんばんは。今改めてマスカラスの素晴らしさを痛感します。柔道の実力だったんです。そうなんですよ。マスカラスの肉体美はいまいちだった分、まあ、ドスカラスの肉体にいまいちだった分、マスカラスが完璧でしたね。鼻っ端の強さの相当グリーンをから差別の態度に簡単に屈しなかったのね。ゴムのマスカラス、マスカラスのゴムだったね。で、マスカラス、この彼なら世界も出ましたね。私持ってますよね。しまってあるんでね、現物。まあ、昔ご覧いただいたかもしれないです。パート2も出ましたね。で、72年はアマリロ、テキサス、ロサンゼルス、ニューヨーク。ニューヨークで革命を起こしたわけですね。
で、こっちか。日本プロレスということで、ニューヨーク初登場。ね。で、これでいいか。ニューヨークで革命をマスカラスは起こしてます。1972年でございますね。清水さんからお聞きした話でございます。これか。1972年、ニューヨークの衝撃ということでね、ゴージャスジョージの再来の大騒ぎだったそうですね。ビルアプターナポリターノという、アメリカの、ね、雑誌を作っている、編集者さんたちが、2つあってもしょうがないな。こっち待ってね。で、写真がロサンゼルスから写真を送られてきたり、日本から写真が送られてくるじゃないですか。マスカラスの素晴らしさで写真で、動画がない時代ですから写真でね、ビルアプターとかナポリタノとか、ね、そうアメリカの雑誌インサイドレスリングとかね、レスリングワールドとかね、レスリングレビューとかね、もう載ってて、まあ、ファンもね雑誌を買ってるとマスカラスになるとねすごい伸びたみたいですね。それでね、ニューヨークに到着した時、ね、西海岸でしかいなかったんですか、テキサスかね、ニューヨークには初登場だったわけですよ。でニューヨークに登場した時、まあ、ニューヨークの記者はもうなんか大騒ぎになったみたいですよね。でマイソンスキア側でも大騒ぎになりました。うん、アキラさんこんばんは。バカさん見たんですね。小倉さんこんばんは。坂口マスカラスはシングルやってないでしょ、うん、やってなかったはず。で林さんのおっしゃる通り、見るマスカラ対スポイラーの試合ですが、ニューヨークでは覆面レスラーはリングに上がれませんでしたね。エルさんとかは覚えてるかもしれませんけど、ラキッド・ラシアンズとかね、いたんですけど、顔面は出てて横だけ覆面かぶってるみたいな、ヘンテコリンの覆面でしたね。ニューヨークの、アスレティックコーディションがノーと言ったわけですね。覆面レスラーは一生、ニューヨークのマイソスキャガーには上がらせないということだったんですけど、マスカラスが変えたわけですよ。で、スポイラーですね。私の大好きな、ね、ドン・ジャーデンのスポイラー。スーパーデストロイヤーは、覆面脱がされてるんですけど、見るマスカラスは覆面かぶってると、うん。ノーマスクヒズタレントってことだね。ノーマスクミズタレントってことで、スポイラーは覆面かぶってます。覆面かぶってないですけど、マスカラスは覆面で、マスカラスキャガーデンに登場したレスラー、ミース・マグマホンが、マスカラスに惚れまくって、うん、ニューヨークアスレティックコミッションを動かしたと、ね。それを動かしたのは見るマスカラスであるということですね。そうなんすごいですね。革命を起こしてますね。辰巳さん、お久しぶりです。こんばんは。インターナショナルレスリングアソシエーションで IWA なんですよ、辰巳さん、うん、その辺はね、うん、後で検証しましょう。で、1973年に、ペドロ・モラレスからスタン・スタージャックに移って、スタン・スタージャックから、ブルーノ・サンマリティノに行くときに、サンマリティノではなくてミース・マグマホンがマスカラスに WWA の王者を打診したそうです。で、マスカラスが、お嬢さんが、ニューヨークのちょっと、高校生だか、中学生だかになってるので、動かすことができなかったから、うん、ニューヨークにいられないということで、お断りを入れたということでございますね。でスタージャックの後釜にはなれなかったけど、ビンス・マクマホンはスタージャックの後釜の、ペドロ・モラセン、ブルーン・サンバリティの2回目の、うん、
WWF か。あ、ねえ、ふみさ伊藤さんは 3WF って言わないんですよね。WWWF なんですよね。私も、WWF って言わせてもらってね。なんで 3WF って言い出したのが誰なんでしょうね。ワールドプロレスリングの実況の人なんでしょうね。WWWF でございますね。ラキッドラシアンズね、メニュエさんね。そうですよね。上がれ、コンビットは上がってないですね。そういうことでございまして、もしかして力士があったらマスカラスが、ビンスの、オファーに立て首を縦に振ってたらマスカラスになったんじゃないかと思いますよね。デストロイヤーは、ウエスタンか。デストロイヤーはニューヨークに上がってません。で、1973年はジョージアのアンガンケル派ですね。ジョージアに、行くことになりますね。ジョージアに行って、多分フリッツのオファーかな。ジョージアの、なんでポール・ジョーンズとガンケル未亡人派が2つあったんですけど、今のガンケル派には上がってますね。でテキサス・アマリロ、3WF、WWF、73年の WWF は、バディ・ウォルフとやってますね。多分あれ動画残ってんじゃないかな。 WWF で思い出したんですけど、 WWE が、アメバで、放映になったじゃないですか。で、今まで、WWE は、独自のチャンネルを持ってたんですけど、アメバのチャンネルに入ると WWE の過去のアーカイブが全て見れるようになります。切り替えになったそうですね。そう。あ、テリー・スティーブさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。あ、桜井さんだね、3WF って言ったんね。そっか。黒ハットね。007と見える。3WF って言わなかったですね。WWF ですよね。もう、古舘さんか。そっか。ねえ、磯部さんが 2WU って言った時にこけましたけどね、WW のことね。愛がねえなと思った。まあいいや。ということでございまして、テキサスアンガンケル WWE ね。WWF、74年は、ジョージアに上がって AWA に上がってますね。AWA が誰とやった？ミネアポリスで、ユーゴバビッチ、フエゴで、ラーズ・アンダーソンとやってますね。で、ドイツに行きますね。ドイツのハノーバーって書いてあるけど、ベルリンですね。ちょっと待ってね。ベルリンだな。ベルリン。ベルリントーナメントに、登場し立ちます。いや。ミュンヘン。ベルリンでもハノーバーでもねえじゃない。ミュンヘンだ、ミュンヘン。ちょっと待ってね。全然違うじゃん。ミュンヘン。ミュン。ミンじゃないね。ミュン。ミュンヘン。ミュンヘン。ミュンヘン札幌ミルウォーキーですね。ああいうことは、ミュンヘン札幌ミルウォーキー、ビールの産地って全部回ったってことですね、73年はね。そうか、ミルウォーキーも行ってますもんね。前年ね、でございまして。ミュンヘン。ミュンヘントーナメントに出てますね。ピーター・カイザーに勝って、デビッド・モーガンに勝って、ドン・ウィルス。わかんないね、それね。イワン・ストロゴフに、引き分け、不明なんですね。ジョセフ・モルガー、ミス・吉田、吉田・ミスを超知力とやってますね。チャールズ・ベネットに勝って、デニス・メッチェルに勝って、ミシェル・ナノードに負けて、ローラン・ボックに負けて、イワン・ストロゴフに負けてますね。で、このトーナメントに、優勝したのがイワン・ストロゴフですね。
で前半勝ってるけど後半負けてるような形になってまして、ミュンヘントーナメントの成績ですね、7勝3敗1分け、優勝はミシェル・ダノール、2位は、ローラン・ブック、3位はイワン・ストロゴフでございますね。ローラン・ブックはね、なんだい、ミュンヘンオリンピック出てたんだっけ、メキシコオリンピック、あ、ミュンヘンオリンピック出れなかったんですね。でレスラーに転向したと思いますね。で事件とか言ってるけど、マスカラス的に言うと僕はプロレスができない片輪だって言ったらしいですね。で、ボック神話、ゴッチ神話と同じようにローランドボック神話っていうのが日本にはありますよね。だから、ローランド結果的に見てボックに、誰だこれだ、ローランドボックにミルマスカラスが負けてるからケチョンケチョンにやられたとかなんとかになったってことで一人歩きに なってんじゃないかと思いますよ。ハノーバーはドイツでしょ、オーストラリアは、ブレーメン、そうなんですよね。あの何その動画も残ってないしね、あの実際見てる人いないですからね。そんなところが、ね、ボックとマスカラスが戦ったってことが、出てきたのは、ローラン・ボックが猪木がやった後ですね、そういう話になってますからね、実際どうなのかわからない。秋田さんこんばんは。マスカラス相当にセメントマッチを経験、そうなんですよ、ナイジェリアでもやってるって話で清水さんに聞いたんですけど、でアメリカでもトップをこんなに取ってれば、何メキシカンですよ、覆面かぶったメキシカンですよ、で画が強いというかね、自分のスタイルを臭ないメキシカンがね、アメリカでニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、テキサスでトップを取ってるっていうか、トップの試合にブッキングされてたらね、まあまあまあこれが来るでしょうね。よく平もう冷静に考えればどうなのってことですよね。まあその辺の話は後にしましょうかね。上田ということでミュンヘンの話でございましたね。結果的に見るとローラの僕に負けてるけど試合内容はどうだってことを言って、まあ妄想ですよね。僕がマスカラスなんてね、あの弱かったね、あの全然強くないよって言われちゃったら、それがそうだって言われて、ね、マスカラスはね僕に負けてね、ケチョケチョに潰されて投げ、ボロ雑巾のように殴られたっていう話になってると思いますけど、実際のところね、その試合のね動画も残ってませんしね、その試合を取材した日本人もいませんからね、闇の中でございますよ、そういうことだと思いますね。で72年は、75年か IWA に、来ることになりますね。で先ほどですね、お話ししたですね、これか、1973年マスカラスにビンスがスタージャックの後釜に、WWWF の世界チャンピオンにならないかってことでね、打診があったっていうことでありますから、裏を返せば見るマスカラスっていうのはお客をそれだけ呼べる、見るマスカラスっていうのは、レスラーとして昇進価値が高い、ね、もっと言うと先ほどの話、清水さんの話ですね、なぜマスカラスを呼んだのか、人気があるだからじゃない、それだけじゃないってことですよ、人気があるからだけじゃないと、それも募集マスマホに好かれていればそれだけの重要なスター、そういうことですね。重要なスター、ニューヨークに、タイガーマスク、以前のタイガーマスクみたいな感じで衝撃を受けたはずなんだよ。深井さんこんばんは、よろしくお願いいたします。そうね、マスカラスメインね、あれですね、ダイナミックシリーズの後ですね。いえ、ベルトをよく見せてもらえば分かる、インターナショナルヘビー級チャンピオンもですか。そうなんですよ、インターナショナルヘビー級っていうのが書いてあります。そう、それを後ほど、今からいますよ。 3WA ってあれだよね、女子プロで言ってましたね。でそれやも僕を強く非難してらプロにはあんな試合していかんと、個人的には僕は好きですけど、分かんないですもんね。新日本派の記者が全日本プロレスを陥れるために書いた記事です。
は多いですよね、事実ね。僕はイメージだけでも見つけ、マカさんそんな通りだと思いますね。ゴングか月刊プレスで僕がマスカラスのことを、彼のレスリングがショーだ、3分何分何分かで、倒しやったと語っているインタビューが載ってます。それ信じたということで皆さんね。たずみさん、今からそれを一緒に見ましょう。 IWA でございます。インターナショナルレスリングアソビエーションですね。インターナショナルレスリングアソビエーションでございます。辰巳さんが納得いかないかもしれないんでね。インターナショナルって書いてありますよ、インターナショナルレスリングアソビエーションの世界ヘビー級選手権ってことですね。で、前もお話しましたけど、 AD アインホーンっていうね、シカゴホワイトソックスメジャーリーグのオーナーでもあり大富豪でもあるエディ・アインフォーンが、IWA という団体を作りまして、ロバート・ハッチっていう人に会長をやらせて、メキシコシティですね、メキシコシティで、ミル・マスカラスの防衛戦を行いましたね。相手は、鉄人ルーテーズですね。メキシコシティ IWA 世界戦、対ルーテーズということでございます。エディ・アインホーンは、大富豪であり、テレビを持ってる人間でございますから、全米、全世界中にスターとして、売れる価値のあるスーパースターですね。銭の取れる人、ね、が、見るマスカラスだということを、エディ・アインホーンは目をつけたわけですね。占領役者だってことを、エディ・アインホーンは、目をつけて見るマスカラスを、ブッキングしたっていうこと、あれだな、一本釣りしたわけですな、一本釣りしたということですね。で、ルーテスとやってます。で、辰巳さんが今からねお話してることをちょっとお話しして、インターナショナルってインターナショナルレスリングアソビエーションだから、インターナショナルタイトルっていうのは多分ね、あのベルトでも書いてありますからね、否定はしません。で、日本語訳を私はつけましたけど、IWA のねテレビテイキング一緒にご覧ください。They call him, well, many names. The man of a thousand masks. The man of a thousand holes. He's an international star, a champion. And ladies and gentlemen, I present to you now, Mil Mascaro. Truly, one of the all-time greats of the world of professional wrestling. Mr. Mascaro, I have seen you wrestle many times. And you continue to amaze me, not only here in the ring, but out of the ring. You're known as the man of a thousand masks.I call you the man of a thousand and one holes. There are a number of contenders that are vying for the heavyweight championship belt that you now have in your possession. The competition is keen. I've been around the wrestling scene for a long time, and watching you perform, it's going to be a heavy task for you. Yeah, well, I'm ready to wrestle anybody, any contender. I travel all over the world with the international champion.And many good wrestlers all over, and I'm team now, anyone. What do you owe your success to? Is there any one thing or any one person that you owe your success to? Well, you know, all my action is make all the fly action, different holds, any special combination. And I promise all the fans that I'm coming to see myself do action, I promise very good action.Ladies and gentlemen, may I say this at this time. If you have never seen this world champion in action, the next time that he comes your way, the next time that you have an opportunity to see Mil Mascaras, get to the nearest arena. Thank you. We'll be right back, right after this time off.インターナショナルチャンピオンって言ってますね、おっしゃる通りです。検証できました。ボブ・ジョンソン、ジョバーだと思います。私は存じ上げるないレスラーですね。
Mexico City, the world famous international champion, Mel Mascara. Well, here he is, wrestling fans, the man that everybody in professional wrestling is talking about, the international heavyweight wrestling champion, Mel Mascara.たけちゃんこんばんは、よろしくお願いします。グリドワさん、そうやってますよ、ね、IWA。 今日はちょっと2時間半ぐらいになりそうなんでご了承ください。Let me say this, ladies and gentlemen, at 225 pounds of muscle, and I'm sure that my partner, Ted McKenzie, will agree with me. Absolutely. He is the most exciting wrestler in the world today. Beautiful hip toss in there by Mel Mascara. He had a combination of reverse headlocks going there for a while. He works very fast. Beautiful, beautiful. And he has a poise in the ring that's like a ballet dancer. He knows every move that's...81年のね、82年の2月のね、ハンセンとババンとやった時のシリーズのね、マスカラス天竜の IWA 戦はもう奇数名勝負だと思いますよ。インターナショナル、インね、そうそう、スタンデコさん、そうなんです。He takes on all comers, and tonight is no exception. He's wrestling the International Heavyweight Wrestling Champion. So, International Heavyweight Wrestling Champion ってね、あの、辰巳さん言ってますよね。All right, Bo Johnson reaching the ring rope, and referee Tommy Young calling for a break. インターナショナルレスリングアソビエーション認定インターナショナルレスリングチャンピオンだから、ワールドって言ってないんですよね。あ、リバースロメロスペシャル、ギブアップすんの。レフェリーは、若き氏のトミー・ヤングですね。まあ、付き合わないね、マリオさん、小林君にやっては付き合わないのはジョバーとして失格じゃないですか。全力役者ですから、マスカルス張り合うことはレスラーとしてどうなんでしょうねと思います。今まで実績をお話していたミルマスカルスですからね、それに付き合わなかったってことはね、どうなんかなと思いますよね。ダスティローですね、アンドレ・デ・ヤンと並ぶね、世界の3人ですからね。でもダスティローですはヒールから、ベイビーフェイス、アンドレは途中ヒールになってますけど、マスカラさん、そのスタイルは全く変えないでいってますからね。マスカラスと佐山じゃ体型が全然違うから、三沢もマスカラスのことよく言ってなかった。
まあね、だからってなんだって形ですけどね、三沢は海外出てないじゃないですか。あ、メキシコ行ってっか、メキシコ行ってるか、うん、国明さんはどれにもやらかしました、そういう人なんですよね。だからジャパンプロレスから来たレスラーで対応できたのは穂中さんと寺西さんと浜口さんだよね。だから穂中選手はものすごく馬場に変われましたよね。イサンタイガーにマスカルザ付き合わなかった。やることやれればいいんだけど、まあ、ミサンがさせなかったんじゃないですかね。だからまあまあ後側から言いますけど、85年の4年か5年か、ナスカスラボさん、あ、はい、ありがとうございます、拝見させていただいてます、恐縮でございます。藤波とねメキシコではやってるんですよね。あ、サタニコに翻弄されそうなんですね。あ、中山さんこんばんは、よろしくお願いします。あ、で、メキシカンストレッチで、ま、マスカラさん勝ってるということでございますね。3ヶ月ですね、マスカラスね、レッドさんね、そう、源田さん、そうなんですよ。で、IWA の、ミルマスカラスをご覧いただきました。辰巳さんおっしゃる通りに、インターナショナルレスリングフェデレーションインターナショナルヘビー級チャンピオンって言ってましたね。うん、でも IWA 世界ヘビー級、なぜ相手世界にしなかったのが謎です。他の団体に遠慮したのか、幹部に NWA 世界を、ペドロ・マルリスティスがいたのか、ねえ、ワールドにしなかったっていうのがね、エディ・アイフォンのね、感覚だったのかもしれないですね。あと、ルイス、なんだっけ、ベルトを作った、ニキタ・マルコビッチがインターナショナルの方がいいんじゃねっつって、かもしれない。全て憶測ですからね、うん、全て憶測の話でございますから、ね、どっちがね正しいか分かんないですけどね、ちょっとね、ということでございます。で、IWA の後ですね、76年は IWA のね、後半ですね、行ってますね。で、アマリロ行って、ロサンゼルスに行って、テキサス行って、ガテマラですね。以前ですね、このチャンネルで、お話しさせていただきました、ガテマラのね、ホセアザリのね、シュートマッチやったんですよね。シュートどこだっけ、フロリダにいてね、リーグラムの元で、ヒロマスだとかねに教わった、中南米、中米か、中米ガテマラの、英雄ですね、ホセアザリの開いた、トーナメントですね。で、ホセアザリの参加した、ALL の世界、ヘビー級選手権に、うん、挑戦をしました。よ、ちょっと待って。で、獲得したベルトが、先ほどからご覧いただいてます。これですね、このベルトが ALL の世界、ヘビー級のベルトでございます。アレンザレティオナメリカナデルチャリブレで ALL っていう、スペルでございますね。はい、これは由緒正しい、ガテマラのトーナメントで活躍したベルトですね。で、懐かしいラボさんが、おっしゃる通り、IWA だったんですけど、このベルトを持ってきましたね。うん、バルト IWA でお願いしましたけど、これでいいんじゃねえかってことで、持ってきた。あ、ハマさんありがとうございます。アリエンサ・ラティーナ・アメリカ・デ・ルチャリブレ・プロフェッショナルだね。スペイン語があれ、あれでしたね。で、76年に取りまして、76年にガタマリエって、77年フロリダ、ロサンゼルス、テキサス。ミッドアトランティック、WWF、全日本プレス、CMLA ですね。全日本プレスでは、スカイハイが、全日本プレスの、エキサイトシリーズ開幕戦ですね。ミルマスカラスです、ロンバス。対デストロイヤー、ジャンボ鶴田の試合でスカイハイが流れて
マスカラスのテーマとして初めて流れたということでございますね。でガテマラに関しては、ルーテーズの新、なんだっけ、ヒストリアンが、見つけたルーテーズの記録ってとこで、話しておりますので、その時をご覧いただければと思います。ジュンチャンネルさん、 NWF のビジネスが雨になった後に ADI4 がスポンサーになって IWA が設立したイメージ、イメージですね、そうですね。で、なんだっけ、なんだっけ、IWA は、76年にニューヨーク進出をやめたんですけど、ノースカロライナとジョージアでやってるんですよね。で、77年の話に戻ります。フロリダ、ロサンゼルス的なスミントアトランティック WWF よく間違えちゃうな、 WWF なんですけど、76年77年か、フロリダで誰とやったかというと、マスカラス、グレートメフィスト、おグレートメフィストだったね、シューター同士ですね、アイバンコロフ、パッドパターソン組と、スキップヤング、マスカラス、スキップヤングと組んでますね、ダッチマンテルとミルマスカラス、マスカラスでパッドパターソン見たいですね。パターソンと、フロリダでやってます。フロリダどこでやったんだ、セントピータースバーグですね、でやってます。アマリロでは、スポイラー、デストロイヤー、スーパーデストロイヤーってことだから、アート・ニールセンか、アート・ネルソンでやったね。ロッキー・ロメルと組んで、タンク・パットン、スウェード・ハンソン。あ、スウェード・ハンソンタンク・パットンってことは77年のあれだ、ミル・マスカラスとジャンボ・ズルダが雨のデーコルテーマにやった時のシリーズに出てた2人ですね。いうことでございます。あ、夢工場ね、来日しましたね。ハルコン、あ、そうか、ハルコンでやった時もそうかね、ベルトでしたね。でスカイハイのブームになって78年、デトロイト、トロント、テキサス、 UWA、UWA メキコですよ、ロサンゼルス、 WWF、 CMLL、 全日本、すごいですよね。ミッドアトランティック77年誰とやったかっていう と、レネグレーとやってますね。78年のデトロイトは誰とやったかと、シークの、ユナイテッド、US ヘビー級に挑戦してますね。で、マスカラスが反則待ちになってますね。で79年になりますと、ロサンゼルス、サンアトニオが、あそこだ、サウスウェストレスリングにダラスからね、分離しますよね。でヒューストン、メンフィス、アマリロ、全日本、CMA、UWA ということでございます。1980年、ロサンゼルス、サンアトニオ、ヒューストン、テキサス、全日本、CMM ね。81年、フロリダ、ロサンゼルス、3WF、あ、WWF になってんか。WWF、サンアトニオ、ヒューストン、テキサス、全日本、CMN、UWA。ということで、南部を中心として、やってきましたけど、フロリダではどこに出てたんですかね。1981年のフロリダ。ウエストパームビーチで、スイートブラウンシュガーだから、ああ、そうか。スキップヤングと組んで、アサシンと戦ってますね。マスカラス、ハルソノダが、プロフェッサー・スノダだから、ハルソノダとシングルやってますね。ダスティ・ロゼスと組んでミル・マスカラスが、ミスター・ポーゴと、ポーゴ・ソノダ組とやってますね。フロリダでそういうカードがあったということでございますね。で、82年、83年になるとフロリダ、サンアントニオ、ヒューストン、テキサス、プエルトリコ、プエルトリコ初遠征ですね、WWF ということで、83年から WWF 少し定着しますね。でご存知のように全米進行、 WWF が、ビースジュニアになって全米進行ですね、テリトリー潰しに始まった時の、一人としてミルマスカラスがリング上がってましたね。ってことは、マクマホン親子からも熱い信頼を得てたということでございますね。87年も、ダラス WWF になって、その後メキシコでございますね。
で、不穏時代と言われている、83年の、鶴見五郎戦なんですけど、ここには流さないですけど、検証を、しました。で、そしたらね、仕掛けたのがねヒールファイトでね、戦ってる鶴見五郎が、まあ、あのパンチ攻撃とかやったらサミング入れちゃったんですよ。タイミング入れてマスカラスがエキサイトしたんですけど、最終的にフライングクロスアタックをかわして、で、トップロープからのフライングボディアタックを、抱えてしまって、最後に、カイビデリビー固めでマスカラスに勝つんですけど、まあ、ヒール的な役割をしたっていうことでございますね。で、不穏時代って言われてね、ネット界では書かれてますけど、どうなのかなと思いますよね。鶴見がね仕掛けたとしてもマスカラスはね、やり返したと思いますよ。で、83年の最強タッグハンセンブロディ組ね、先ほどね小林さんのね、記事でね書かれたね、ブロディ、その結果的にね今見るとブロディが技を受けないだけで、マスカラスが、意地悪だから、いじめられたわけでもないですね。ということで、まああのね、よどこだ、ね、技を受けない自分勝手だ、プライが高い、自分の技を全部出さないと気が済まない、僕に腹が立たなかった、レスラーのインタビューで語っている、レスラーがね、他のレスラーがマスカラスはダメだと語っていることを鵜呑みにしてね、ムック本に書かれて嫉妬だということですね。ブロディも多分嫉妬したと思いますよ。マスカラスみたいな占領野者がいて、俺の方がね体がでかいんだから応援しないのね、マスカラスの方がね体ちっちゃくてね、毎回やる技ばっかりでね、なんか人気あるんだって言われてましたよね。ブロディは集客なかったですからね、プロだから集客があるのがね一番ですよね。でプロモーターに好かれてるのも一番だ。で、佐藤明夫、そうなんですよ。82年の部下、佐藤明夫のマッチメーカー、夏休み男のマスカラスに務めをさせられた、そうなんですよ。佐藤明夫さんが、極端なメキシカン嫌いじゃないですか。ルチャー嫌い、メキシカン嫌いで、マッハ隼人さんをいじめ抜いたのが、全日本でいじめ抜いたのが、佐藤明夫さんと桃田光夫さんですよね。ロサンゼルスは、なんだっけ。木村健吾がマッハ隼人さんをいじめましたけど、全日本プロレスでは桃田光夫さんと佐藤明夫さんがいじめた。で、佐藤明夫さんがマスカラス嫌いだったから、マッチメイクはズタズタにしてしまったわけですよね。で、そういうとある格闘技の方が夢中したプロレスラーが相手戦略に翻弄した上で、プロレスは見た目だけの技なの、でどうかな、キャメルクラッチで総合の相手に仕留める戦略が最高です。そうなんですよね。なんかね、あの総合で伝わないとかって言ってましたけどね、総合でもキャメルクラッチは伝わるわけですよね。体の置き方はね、どこに置くかで変わってくる。で、これから本部初公開でございますね。ウォーリー山口の語るミルマスカラスの、動画をご覧ください、日本では初公開、見てないよね。ここでも見せたことないと思います。ミルマスカラスを語る、ウォーリー山口さんでございます。音を大きくしよう。ちょっと待ってね。音を大きくしよう。これを皆さんに見せたかったです。さあ、そして、これはね、ちょっと気になりますね。はい、シュート最強レスラー。これはどういう基準ですか。こう見聞きしたやっぱり伝聞が多いですか。ゴーリーさん。この中ちょっと、アンドレ、マスカラス、ドリー、マリガン、テイズ、ゴッチ、バレンタイン、ハンセン、ボック、ブロディ。そうそうたるメンツですけど。妙なのはまずマリガンだね。マリガン。はい。ちょうどハンセンが新日本で上がりかけてきた時のシリーズに52年ぐらいの時にブラックジャックマリガン一緒に来てるんですよ、はい、ソニーキングとかね、なんかペッツワートレーとかの辺と、その時にこの野郎って言ってハンセン敵返ししてね、自分はそうじゃないんだよっていうのを僕は感じ取ったの。
つまりは、はい、若いのにはね負けてられないなと、なるほど、うん、いうねおじさんの意地じゃないけども、はい、うん、すいませんね、こんなね変なね僕の見方なんだけども、はい、うん、その時に僕はマリガンの強さを垣間見たと。なるほど、うん、舐められないと、うん、やるとやってるぞと、うん、でも結局ダメだったんだけどね結局ハンセンには勝てなかったんだけどね、まあ、マスカラスはどうですか。マスカラスはね、全日本に来始めた時に、新日本プロレスが、引き抜き工作をかけました、はい、もちろんドクトルも知ってます。その時に、アントニオ猪木と当然戦う話になりまして、はい、あのおっさんが、マスカラスのおっさんがあんなに硬くなってシュート論を述べて、身をなんていうかな、その場でね相手いるわけじゃないですよ、ガチンコどこ何やったとかそういうんじゃなくて、もうとうとうとねこれね1時間半ぐらいね喋ったの、はい、で僕はねマスカラスねそこからね強いんだなと思った、うん、まあ、それははっきり言えば新馬さんのいる前で喋ったんですね。いる前ですね、うん、だから僕はその時にそれ竹内さんの家でやったんだけど、はい、ロスカラス呼ばれて、で俺はあの会社にいたのかな、はい、80年の夏だと思うんですけど、で竹内さんから電話かかってきて、ロスカラスが暇だからちょっと相手してやってくれるって言われて、はい、呼ばれて行った、はいはい、うん、竹内さんの家。それまで延々となんか喋ってるような感じがある、その人盛り上がりした感じが、そうで、うん、はい、で竹内さん、はい、ウォーリー新馬さん、はい、マスカラス、はい、座ってる、はい、マスカラスさん、竹内さんのうちだけどマスクかぶってる、おお、うん、ね、なるほど、ね、脱がなかったもんね、脱がなかった。その1時間の間僕は何も喋ってるってか全然知らないんだけど、その時にそういう話をしてたってことだよね。もうあの終始その話で、うん、終わってました。まあ、まあ、どういうことなんですか、自分の武勇伝みたいなことなんですか、とにかく、まあ、うん、やる時だったらやれるんだぞっていう、あのごめんねこういう方、マスカラスってさ偏屈なところ、すごい偏屈なわけよ、うん、ね、頑固だと、うん、すごいプライド持ってるわけで、それも分かったしなんだけども、あの自分がねこの間マスカラス論争じゃないけども、僕はルチャよりもアメリカの人なんだけどもって言って、別に論争をふっかけたわけじゃないけども、うん、僕は昔からマスカラスの最強説はあるんだよっていうのを初めてこの人に話したらすごい嬉しがっちゃったわけね、うん、そうじゃなくて、うん、あなたも聞いてたのって感じですよ。私も聞いてた、あなたで聞いてる、あもちろん、あだから、うんうん、ウォーリーにもそういう話、ウォーリーがいる前でもそういう話をそんな時代からしてたんだっていうことですよ。ああそうです、そう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 、だからそれを俺も聞かされると、うん、あこの人本当に強いんだなっていうふうに、ん、やっぱ俺も思ったし、うんうん、あウォーリーもそういう話を聞かされてたんだっていう、はい、で聞くとやっぱり説得力があるし、多分おそらく俺なんかは猪木より強いとその話を聞いてる限りは思っちゃう、うんうん、すごい技術的な話、でも猪木はアマレスやってなくて俺はやってると、うん、まずね、それで 、はい、技術面の話も入っていくわけ、フロントフェイスロックからどの子のアンバーになんだかんだとかいうのね、はい、そういう技術的な面で、うん、そんなの猪木できるわけねえじゃんかっていう話になってくるわけですよ、はい、うん、で、もう一つは僕はドクトルに話したんだけども、マスカラス最強、ね、の一人の説なんですけども、やっぱね、アメリカにあれだけ行く根性、他のルチャの人たちないよ、まあ、外国人レスラーとアメリカに乗り込むということですね、うんうん、はい、でやっぱりね、どこでこれ仕掛けられてくるか分かんないから、 あんなチャラチャラしたキャラだしね、そうそう、あんなのもう絶対嫌でも絶対行きますよ、本当に、はい、うん、にもかかわらずそこまでのポジションにたどり着いたにはやっぱりこうバックボーンがあったと、絶対なかったからなと、うん、俺もそう思う。だ変な話、バンプね、受け身取んないしさ、はいはい、ね、ね、悪く言えば、てめえのいいとこしか売らないしさ、いや、そうでしょ、うん、マスカラスはさ、でそれはそれでいいわけ、うん、で、あながちそういうふうに見てる人も多分多いんだろうけども、うん、僕はもう、この業界入って、やっぱりそういうふうに見てたけども、
あ違うなっていうのをやっぱ感じ取りましたね。やっぱそういうね、まあ言葉の壁もあるでしょうから、鼻っ柱へしょってるみたいな輩はたくさんいたわけでしょ、おそらくね、マスカラスに対してでしょ、はい、ある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 、それをクリアしてきたっていうところはもうかなり説得力ありますよね、うんうん、はい、そう、まあ、清水さんもまあ似たような話をね、もう やってこと聞かされた、やってこと、もういいよその話、分かったあんた強いって言われて本人からね、本人からも、うんうんうん、好きなんですよその話は、実を言うと、うん、実験台にされたこともあるし、実験台よほどね、うちに秘めたる、まあ、根性というかね、うん、ね、ものがないとね、あんだけね、アメリカではね、仕事できないですよ、うん、いや確かにいい話ですね、ウォーリーさん、ピラニアさんですね、ミスタートヨタ、山口さんが、清水さんと語った話ですね。私が今まで、話したことと同じですね、これができなきゃメキシカン、小柄な180センチ前後のメキシカンがアメリカでトップを取れない戦略者とやったら、妬みひがみの中でやってたわけですからね、できないわけじゃないし、最強論というのはその通りだと思いますね。で、今日の結論なんですけど、マスカラスの対局はアントニオ猪木だっていうことですね、マスカラスも猪木も全くぶれない、己のマスカラス哲学を突き通したわけですよ、うん、覆面も脱がなかったんでね、マスカラスはトレードっていうこの覆面ですね、この覆面を中心にかぶってたわけですね、コスチュームも、毎試合毎試合色を変えてくるね、自分自己プロデュースをして、お客さんを満足させる、で、フライングクロスアタック、ライグインボディープレスを決めるということですね。で、猪木は己のこと哲学で、うん、進んでいった。で、猪木、まあ、正直言って猪木が好きな猪木信者でいいかな、あえてね、申し訳ないんですけど、猪木信者の方はマスカラス好きじゃないですよね。カールゴッチとかを好きな人、まあ、いらっしゃるけどね、まあ、マスカラスはあんまり思い入れがないかもしれない。私は両方思い入れなんですけどね、カールゴッチは思い入れないですよ。猪木とマスカラスの美学っていうのは似てますよね。だから新日本プロレスでマスカラスと猪木がやったとしたら、もうね、どうなっちゃうかね、シュートの試合になって。両者リングアウトとか両者ノックアウトとかになったかもしれないですね。占領役者対占領役者の試合見たいと思いますかったら見たくはないですよね、うん、だから、うん、マスカラスも猪木さんの名前はきっと全日本プレスないそうだね、またマスカラスも猪木も両方ずつそうだね、そうなんですよ、ガンちゃんこんばんは、確かにね、あの時代にマスクメキシカンが世界中飛び回るってことは相当の覚悟が必要だ、そうですよね、でね、いろんなところで仕掛けられたって話もあります、話を聞いたってね、清水さんがおっしゃってましたからね、マスカラスに直接聞いてるわけですよ、うん、それも、スペイン語で直接聞いてるわけですからね、マスカラスの対局がアントニー猪木、東大唯一の人が両方だと思いますよね、マスカラスに代わって、マスカラス以上のメキシカンというのは今出てこないですね、まあ強いて言えばね、ミステリオがいますけどね、ミステリオとマスカラスは比較しちゃいけないもんね、うん、だから決めると頭の先から先までホームを打つけそうなんね、そうシュートに自信がなければ外で出ないそうなんね、でしょ、己のマスカラスの哲学ずっと、うん、デビューの1964年から今まで、まあ今もう元気でねメキシコにいますけどね、そうなんですよ、哲学を突き通したってわけです、全くぶれない、譲らないものは譲らない、でもブロディ戦と同じだったり、何よくわかんない、技が綺麗だったのが確か猪木とマスカラスね、猪木信者はマスカラとテリーとNWO ザ・レイズと歌唱しようから、そうだね、だよね、プロレススーパースターレジデンってあるじゃないですか、
これは昭和プロレスレスリングだけど、プロレススーパースターレスリングでマスカラスがめちゃくちゃ書かれてるんですって。これ読んでないんですよ、本当本当のこと言うと。マスカラスなんかめちゃくちゃ書かれてるみたいで、プロレススーパースターレスリングを読んでる人はマスカラスのことをとバディロジャースのことをボロクソ言ってますよね。マスカラスも時々ロジャースの真似をしていた。マスカラスいいの、いいのがプロレスの中のベスランというイメージですよね。アメリカ人のアメリカのようにメキシコから移民が大勢いるわけでもない日本でアイドル的な人気を得たマスカラスはやっぱり別格なんですね。タイガーマスク以前のタイガーマスクだと思いますよ、うん。まあ、1971年2月にプロレスのジャンルを変えたのがミル・マスカラスだと思います。で、1972年ニューヨークで覆面禁止だった、マイソンスケアガーデンの、規則をニューヨークアスレチックコミッションというね、厳しい厳格な、アスレチックコミッションの規定を変えさせたのがミル・マスカラスです。全米もしくは全世界に、ね、革命を起こした、これですね、アメリカマット界に革命を落とした男、あ、ミル・マスカラスでございますね。で、プロレスを変えたのもアントニー・ヌキ、ミル・マスカラスの対局はアントニー・ヌキね、ということで、今日は、終わりしたいと思います。いかがでございましたでしょうか。今何人の方がご覧になっていただいているかな。87人の方、ご覧いただいてましてありがとうございます。マスカラスと猪木が対局ということでね、もう唯一占領役者、もうこの世の中に出てこない、ね、人ですね。テリーも占領役者だけど、マスカラスの双璧は猪木だと思いますね。猪木の対局戦にマスカラス、反則裁定、ブロディ反則祭。マスカラスの編そんなに悪く書いてないですよ。一気は、ロディアスのことは数字悪く、あ、そうね、スーパースターレッスンを読んでるやつはプレスマニアに自動的になって、あ、そうね、マスカラスも猪木も実は一曲、ただし一曲がプレスね。猪木信者はジャンボ鶴太のことを過小評価して、嫌ってます。そして猪木信者のジャンボ鶴太郎は的当てるのことが、あ、そうなんですね、うん、あんま聞いたことない。そうですよね、スネークピットでね、ロビンソンがジャンボのこと言ってないですよね。何回も時間切れ引き分けのね試合やってんだよね、うん。アントニオ・ロッカーはボロクソ返した、あ、そうなんだ。ロジャースは超一流です。こっちが妬み、そうなんだ、妬みです、うん。バディ・ロジャースに関してはマーカスさんね、2時間バディ・ロジャース語った動画があります。マスカラスちゃんと殿堂している、そう、殿堂入りしてます。マハロさんのタイガーマスカー、ミルマスカラスを乗った意味が分かりました。そうだね、ありがとうございます。猪木信者ブロディも食らってる人も、そうなんだね、うん。世間で言われてるマスカラスはね、人気、人望がないとかね、レスラーに嫌われてるっていうことを言われてましたけど、これだけ実績を残してね、これだけ各地域でね、人々を熱狂させてね、ニューヨークの、法律を変えて、うん、世界中飛び回って、ね、アフリカまで行ってましたね。でアフリカでシュートを仕掛けられても、応戦し、ガテマラでシュート、中米のシュートのねレスラーはね、英雄ですね、ホセアザリン勝って、ALLL のタイトルを取ったりですね、してる事実ですね。それを考えるとね、マスカラスは意地悪だとかね、そういうことを言ってる人をね、ギャフンと呼ばせたいと思ってました、今回のね、占領役者見るマスカラスの味方ですってことでね、これだけ、実績とやっぱり実力と人気とカリスマと、熱狂させるレスラーはアントニー・ヌキとミル・マスカラスの2人ではないかと思いますね。